n TV 紅白歌のベストテン。n TV 紅白歌のベストテン。NTV 紅白歌のベストテンは、1969年10月6日から1981年3月23日まで、日本テレビで放送された、歌謡番組。略称は、歌ベスト10。1969年10月6日、放送開始。毎週月曜20時20時56分放送。 NHK 紅白歌合戦を毎週、お茶の間にという発想から始まり、紅白と、いわゆる、ベスト10形式の歌謡番組を組み合わせた、当時としては、画期的かつ異色とも言える歌謡番組だった。また、2ヶ月前の8月4日に放送を開始した、TBS の、水戸コ文が高視聴率だったことから、それに対抗するという意味もあった。 放送形式は原則として公開制放送、東京、渋谷公開堂。渋谷公開堂で定着するまでは、高楽園ホールを中心に、関東近辺の公開堂を持ち回りしていた。稀に、名古屋、大阪から公開放送を行ったこともあった。この番組は、クロスネット局で、月曜に十0時に日本テレビが選択される原因となった番組と言われる。本家、 紅白同様に分かれて対決を行う。司会者はそれぞれのキャプテンを務める形式。番組にオープニングテーマ曲、エンディングでも使われたがある。オープニングの流れは幕が閉まった状態で双方のキャプテンが登場。その回のテーマに関するショートコントを行い、オチがついたところでタイトルコール、書きをして幕を開き、出場歌手がボールを投げながら、 テーマ曲を歌うというものであった。しかし末期が大場久美子の頃からはコントは廃止され、徳光和夫、当時曲アナのアナウンスと共に幕を開け、テーマ曲も後半は歌われなくなり、提供コメントとなった。そして最末期、坂木原育江時代にはアナウンスは廃止され、テーマ曲は演奏のみになり、終わったところで、キャプテンが登場する様にな、は、坂井正明が、 番組終了まで務めた。については最初は、水前寺清子が務めていたが、1970年に、スタートした、ありがとう、TBS への出演や、地方公演、テレビ番組出演の関係で、スケジュール調整が何となり、ほどなく降板。その後しばらく決まったキャプテンは置かれず、毎週出場歌手から一人がキャプテンを務めていた。その後は、今陽子、岡崎ゆきらが、 赤組キャプテンを担当した。水前寺は番組開始前年である1968年の第19回 NHK 紅白歌合戦でを務めているが、この時の司会ぶりの評価が本番組起用につながった。一方で、翌1969年の第20回 NHK 紅白歌合戦でも水前寺はの有力候補に上がったが、本番組に起用されたことで、 そちらの起用を見送られるという事態も発生している。堺についても同会のの候補上がっていたという。ただし水前寺は本番組を交換した後、本家紅白のを3回務めている。堺も本番組終了後、3回に起用されている。1978年10月2日の放送文からは、音声がステレオ放送になっている。これは、同年9月28日、日本テレビが、 日本で初めて音声多重放送の実用化試験放送を開始したことに伴うもので、テレビの音楽番組でのステレオ化は最も早かった方である。ちなみに、フジテレビ夜のヒットスタジオも同年10月2日にステレオ化されている。主な出演歌手はアイドルが中心となり、演歌がそれに続いた。フォーク、ロック、ニューミュージックは稀であった。では、 新語三谷野野口五郎、郷ひろみ、西条秀樹が毎週交代で出演し、演歌では、五木博ひろしが常連であった。はこれに対抗して、花の中三トリオの森正子、桜田淳子、山口桃枝が出演し、演歌では、八代明が常連となっていた。和田明子の出演も意外と多い。出演歌手の本性を暴く、嘘発見記や VS で、 他の歌手に紛争してのモノマネ対決なども見どころであった。さらに、本家、紅白同様、紅白両軍の応援合戦もあり、ダンスやバンド演奏、モノマネ芸などその演目は多岐にわたった。また毎年夏には東京サマーランドなどで、プール大会、これに限り昼間に VTR 収録が行われ、歌の傍ら、プール上の一本橋でのあっち向いてほい対決や、 かつて毎日放送制作、ネットテレビ系列で放送したダイビングクイズを紅白歌手の対戦で行うクイズの内容は曲目当てなどの向かいも挟み込まれた。毎年12月の最終週にはあなたが選ぶ紅白歌合戦という企画を行った。やはり本家紅白を多分に意識して NHK の紅白はヒット曲もない人を選んでいますが合点行きませんね。 こちらはあくまで今年活躍した歌手を揃えましたと、制作側が紅白に対する造反番組とまで言い切った企画であった。1975年頃から毎年7月頃に上半期にデビューした新人歌手が集合し、点数で評価され合格点に満たないと歌えない企画があった。点数はネット曲の地区別に集計され3度のチャンスがあり、1巡目で、 合格する歌手もいれば、最後まで歌えず自いになる歌手も出る残酷さで、日本テレビ音楽祭の前哨戦でもあった。また、中学校、高等学校の修学旅行の定番コースになったりも、した。その際はオープニングで、キャプテンが観覧に来た学校を紹介し、その学校の生徒がリアクションを取るのが定番だった。これにては、後継番組のザトップ10や、 歌ののトップ10でもそのまま言っていたただ、すでに同じ月曜日に1968年11月放送開始の人気歌謡番組夜のヒットスタジオフジテレビがあり、当代の人気歌手や大物は夜ヒットの出演を優先させることが多かったことや、1973年の鍋プロ事件口述のために出場歌手の調達に相当苦労しており、このことについては、 後年、坂井正明は、出演者がガラ空きになってしまい、3曲歌ったことも、時折あったと解雇している。番組の最後で、日本テレビスタジオの、いわゆる、ベスト10本部から発表される特典発表は、系列局ごとに電話で行われ、いわゆる、電話審査員、指示する、系列局が多いチームが優勝となり、くす玉が割られて、紙吹雪と風船と紙テープが降り、 キャプテンに優勝カップが手渡される。そのベスト10本部には、徳光和夫、この番組以降バラエティ路線に転向する、福留伊佐夫などが担当していた。なお、系列局は、時期によってその数が異なっており、時によっては引き分けになる数、偶数になる時もあった。また、毎回の系列局代表の電話審査員全員には、縦と番組スポンサー、顔石鹸、玄、顔、江崎リコ 三菱鉛筆などから一社から自社製品が送られた。この流れは後継番組のザトップ10歌のトップ10でも視聴者プレゼントとして受け継がれた。ただし以降はハガキで曲をリクエストした人の中から抽選で30人を選出。番組末期はくす玉割りが廃止され、出場歌手のバックに立つザワーズのメンバーが優勝決定時にポンポン、赤組が赤、 白組が白を高々と上げる演出となった。決定後は、スタッフロールと共に番組テーマ曲が流れる中、負けたチームにいたバーズのメンバーも一緒にポンポンを振り回し、最後にカメラがステージから客席へとズームアウトした後、紅白かベスト10また、来週、年内最後の放送は、また来年というテロップが画面下部に表示され終了していた。その他、 小林看護が嘘発見機コーナーのナレーターを担当していた番組内では小林アナをミスターコンピュータと呼称。また初期には作曲家山本直澄が総合司会ベスト10本部担当検診査判定役として出演していた。アンド皆さーん、こんばんは。観客、こんばんは。それではそろそろ参りましょうか。NTV、ね。 NTB、紅白歌の、アンドアンド観客、ベスト10。あ、さて。これら3セリフは、堺、大場時代、1979年以降からは言わなく、なったが、後年の、今夜復活。口述の時も使われた。なお、徳光が、ベスト10本部の担当となって、以降は、女性の進行役は固定されず、都内に、 在住の一般応募の女性や当時日本テレビに在籍していた女性アナウンサー、石川紀子、楠田恵リ子などが週替わりで担当した。1973年、この番組と同じ時間帯に渡辺プロダクション以下、鍋プロがネットテレビ、現、テレビ朝日とタッグを組み、新規にスターオンステージあなたなら、OK、以下、穴オケを、水化で計画し、 それをぶつけてきた、これは、鍋プロ以外の芸能プロダクションへも、人気スターを供給し、芸能界におけるテレビ局優位の端所となった、日本テレビ制作、スター誕生、に対抗する図もあった。これを知った、日本テレビの制作局次長、井原隆忠、当時の同局の音楽、バラエティ番組制作部門の責任者は、鍋プロと話し合いをしたが、鍋プロ側は、それじゃあ、 お宅の番組を打ち切るか時間を移動させればいいじゃないか。と主張し、さらに日本テレビサイドに対して放送時間をずらさないのであれば今後、歌ベスにうちのタレントは出演させない。と通告してきた。日本テレビは鍋プロ側の要求を受け入れて、歌ベスの放送時間帯を移動するか、この挑戦を受けて立つかの選択を迫られた。伊原は校舎を選択し、 真っ向から、この挑戦を受けた。なお、ナベプロ側には、当時ネット系列局だった毎日放送の社長、高橋晋三に、穴桶の放送枠の手配の協力を仰ぎ、再三にわたり調整した結果確保できたのが、ネット系列月曜20時枠だったと、異見位からこれ以上枠を動かせなくなり、またこの当時は、音楽、バラエティ番組で、同じ所属事務所のタレントを、 1> 同一時間帯の表裏番組に出演させることを原則として避ける放送業界の習慣が残ったことから日本テレビ側が歌、ベスの枠を移動するか、鍋プロ側が歌ベスからタレント引き上げるかのどちらかしか選択肢がなくなった結果前日の要求へと至り、渡辺進と茨との個人的なつながりや、鍋プロと日本テレビとの関係をも犠牲にせざるを得なく、 なったという事情があった。日本テレビは、鍋プロとの共同制作の金曜日午後10時からの新番組の予定を白紙にし、その時間帯を使い、金曜10時、噂のチャンネルを開始した。この番組には、鍋プロのタレントを一切出演させなかったが、視聴率30%台を記録することもあった。これに対し、穴桶は、低視聴率で、 番組そのものも半年で、レギュラー番組としては終了ってしまった。なお、このまも、TV ジョッキーや、特ダネ登場、など茨が関わっていなかった、バラエティ番組、読売テレビなどの系列局が制作した番組には、引き続き鍋プロのタレントが出演していた。鍋プロのニューミュージック部門、ノンストッププロジェクト所属歌手も引き続き出演していた。また、 鍋プロ参加の渡辺企画と日本テレビは全略お袋様等のテレビドラマを共同作していた。こうした形で鍋プロは日本テレビとの関係を維持するための一定の配慮を行っていた。毎年日本歌謡大賞の翌週の放送会に同賞受賞者がゲスト出演することが恒例で沢田健二、当時鍋プロ所属は1977年に 大賞を受賞した、勝手にしやがれで、1980年に、酒場でラバダ、共に作詞は、悪友で、例外的に出演している。この影響か、速報、歌の大事典など、後年の日本テレビ系番組で1970年代後半の、鍋プロ所属歌手の映像を放送する際には、同社が、著作権を保有する多曲向け番組素材を、提供していた。 番組末期の1980年10月13日は特別番組として山口桃江スペシャルザラストソングが放送される。山口のほか、ゲスト出演者は花の中山トリオの森、桜田、新さんや野口、郷、西条、さらに当番組の司会者の徳光、酒井、酒木原らが登場。山口は番組の冒頭で秋桜、最後に さよならの向こう側を歌唱。そしてエンディングでは、ゲスト出演者らが、ザラストソング、作詞、桜田淳子、作曲、野口五郎を合唱したが、山口は、同年10月5日に開催した日本武道館の、ファイナルコンサート等で見せ涙は、一切流さず、観客らに無い晴れやかな笑顔で、さらりと手を振って、秋桜の花道の向こうに消えていった。この特番が、 山口桃江の現役歌手として最後のテレビ制出演となり、山口は2日後の10月15日をもって芸能界を引退した。1981年3月23日をもって終了、約12年にわたる歴史に幕を下ろし、翌週からの新番組ザトップ10に引き継がれた。白組キャプテンとして約12年出演した酒井と、 最後の一年間赤組キャプテンを担当した坂木原はそのままザトップテンの司会として続投することになる。進行担当の徳光もザトップテンのコーナー出演者で続投。その後は歌のトップテン、歌のワイド90分、速報、歌の大辞典といった日本テレビの歌番組の司会を務めた。 番組終了から十三年後の九百九十四年三月三十一日には、木曜スペシャルの最終回で、今夜復活、紅白歌のベストテンと名打ち、一夜限りの復活を遂げた。そのことに関しては、今夜復活、紅白歌のベストンを参照。また、その前年の九百九十三年十二月三十一日放送の、スーパー電波バザール年越し,しジャンボ同窓会では、 嘘発見機がダウンタウンのコーナー司会で一回だけの復活を果たしたなお質問は小林看護のナレーションでなくダウンタウンが担当。1992年の24時間テレビ愛は地球を救う番宣 CM では同年のテーマが愛の歌声は地球を救うであったことから番組パーソナリティのダウンタウン松本人志がベスト10の定曲を口ずさみ。 相方の浜田正俊氏に、最高。と投げやりな口調でツッコミを入れられていた。2014年8月17日より、CS 放送、火曜ポップスチャンネルにて再放送、日曜日21時22時。酒井、酒木原時代の1981年の放送文からのものを放送している。なお放送では、放送回数、生放送、 また来週のテロップはそのまま放送するが、提供クレジットと電話審査員への商品の紹介はすべて省かれている。当番組の映像を収録した商品は以下のものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。